覚えてる？アシキ。友達だよね。今からアブミに足をかけて登るからね。オッケー。まずは前進する方法。ねえどう？アシキ、結構いい感じでしょ。そいつに企業秘密とやらを聞くか。今から牧場にチュロスの世話をしに行くけど、来るか？行く。じゃあ行くぞ。やあ。話したくないのは分かってるけど、昨夜何が起こったか知りたいの。レイコンは毎晩来るの？続けてきたと思えば何ヶ月もいなくなる。でも必ず戻ってくる。危険なところなのに、お父さんはここを離れたがらなかったの？ああ、親父には精霊は世界の一部なんだ。岩や砂漠の砂みたいに変えられない存在だから共存しなきゃならない。今度は俺が質問する番だ。砂漠のど真ん中で本当は何してる？何かから逃げてるみたいだ。過去を忘れようとしてる。やり直すために。自分から逃げてるのかもね。同じだな。お前も暗い秘密を持ってるんだろ。私、私実は ポールだ。井戸が壊れて牧場に水が足りてない。帰りに見てかないと。私が見てこようか？ああ、何もできないとは思うけど。やるだけやってみる。井戸はどこなの？ああ、あっちだ。風車がある。目立つはずだ。オッケー。じゃあまた後でね。ああ、またな。
要塞。ここに何があるの？何か見える？エイデン。霊体が要塞の兵士を虐殺。これがエイゾ。私が投資した場所。ありがとう、エイデン。おかしい。これには語符がない。ちゃんの首に巻いた。力を貸して、何があったか確かめないと。今のじゃ早すぎる。わからないよ。これじゃなんかよくわからないよ。
何かが欠けてるみたいで。ポールに護符を見せよう。何か知ってるかも。私は災いを呼んでばかり。母がくれたのよ、祖母がしたように。それにこれもくれた。五つ目の五分、注意してみないと。隅々まで覚えてる。我を忘れ、侵略者たちを憎み、精霊を呼び出し、敵を殺し、復讐を果たした。精霊は満たされず、血を欲して、あの英雄像が戻ってきた。我らの命を奪いに。あなたの先祖が家を守ってくれているんですね。過ちを知り、己のもたらした悪魔から我らを守るために戻ってきた。霊
隊を連れてくることができたなら、あの世に送り返す方法もあるはず。彼らは儀式を行って道を開いた。呪文なら今も覚えているが、儀式は遠い昔に失われてしまった。私、儀式をこの目で見たんです。準備するから呪文を唱えてくれませんか。急いで、奴が来る。家の前に火を焚かないと。火をつけるものは。
今さに！